桶狭間の戦いに勝利し、一躍天下争いに躍り出た織田信長は、天下布武を掲げ上洛を目指す。その一手として独立した三河の徳川家康と同盟、また近江の浅井長政には妹のお市を嫁がせた。さらに前室町将軍の弟足利義昭を擁して、妻濃姫の実家である斎藤家が治める美濃へ侵攻する。対する斎藤は畿内の諸勢力や大和の松永久秀と連合、信長の勢いを止めるべく稲葉山城で攻戦の構えを見せる。難攻不落の稲葉山城を舞台に行われる覇者決定戦。この戦で戦国のもう一つの星が輝きを放つ。織田の将、信長上洛戦。お市様のお越し入れも相なって、浅井家との同盟も滞りなし。これで美濃の斎藤、近畿の松永やっつけて、信長様が京に登りゃ天下に号令できるってもんだ。めでてえな。年家殿。ああ、常ならぬ乱世、故に常の情けや人の心は捨てねばならぬ。うぬの向こう、信長がうつけならば殺せ。はっ。ですが父上。もし信長がうつけでなければ、この刃父上に向けることになりましょう。常ならぬ乱世、故に心は捨てねばならない。あのお方が天下を滑るまでは。皆が笑えるよう作るさ。ありがとうございました。おお、孫市来てくれたか。孫市って、戦国最強の鉄砲傭兵、雑賀衆の棟梁、鉄砲の腕は神業っていう、あの雑賀孫市かよ。おっと、天下無双の色男って説明が抜けてるぜ。雑賀孫一、ダチの頼みで参上。
ってか。信長様上洛の大事な戦、手柄を立てたかったんじゃ。お前が来てくれりゃ逆に力じゃ、孫一。いいってことや。それより戦が終わったらみんなで可愛子ちゃんのいる店に繰り出そうぜ。うひょー、もちろんじゃ。行く行く。お、俺は松がいるから、ちょっとそういうところには。なんじゃ、トシエ付き合い悪いの。嫁さんなんぞ忘れてパーッと。誰を忘れるって。お前様ぎ、ねえねえ、ドハッ。反省しました。反省しました。もううちの人も孫一も、それに引き換え利家はいい子だね。俺は前田家の四男坊、別にでっかい望みもね。だけどだからこそ松だけは幸せにしてんだ。わしだってネネを一等大事に思うとるで。ネネを幸せにするために。こうやってお前様と利家と孫一が仲良く笑ってる、そんなみんなの中にいられるだけで私は幸せだよ。斎藤、三好、六角、小出、藩織田勢、この戦場に集いし、この時逃すべからず、すべて打ち破り一気に上洛する。この戦猿に任せる。はは、必ずや手柄を立ててみせまする。敵の命は攻めとない、心を攻める。孫一、あれ行くで、手伝ってくれ。おお、任せとけ秀吉。いよいよあの策のお披露目だな。一気に城を作り上げた手腕も素晴らしいが、何よりもこちらの繊維を折ったのが見事だ。さすが信長様の下には人材が揃っている。私も早く手柄を立てねば。兵は
は軌道なりってね。この隙に信長の首もらっとこっかな。さて、手はず通り策を実行せよ。喧嘩取りじゃ。敵の方策は妙な動きを見せておる。叩き潰してくれるわ。まあ、待ってくだされ。あの工作兵、誘うような動きをしとるわ。あっちゃ、やっぱり兵が伏せとったか。策っちゅうやつじゃな。黒田官兵衛とか言ったが、やるの？秀吉、私の策を看破するとはな。あの秀吉なる男を撃てば戦局は変わる。開門！小寺の軍師が出てきよったが、あの男、なんとか味方にできんかの。敵将、撃ち取ったな。勘弁、勝負ありじゃ。織田に下れ。仕方あるまい。へえ、敵よ。しかもあの陰険ネクラ軍師を振幅させちゃったよ、あの人。やるね。一夜城建築といい、官兵衛の降伏といい、織田に抗っても無駄か。今より我ら美の三人衆、織田へ味方する。開門！おお、ありがたいの。信長様は決して悪いようにはなさらず。美の三人衆まで寝返っちゃったの。この流れを作ったのも秀吉だね。余裕を見ろ、助太刀に参上。斎藤辰興は困ったまま、三の丸に火を放ち炙り出せ。開門！
来たか。潰せ。斎藤はたやす。楽しいぞ、鬼。いいね。変わらない斎藤に価値はない。だから徹底的に壊す。そういうことでしょ。捕まっちゃった。でも俺、信長に使えるのは嫌だな。信長、恨みは忘れん。いつか必ず貴様を。敵将撃ち取ったな。よしかし、松永久秀、信長に物申す。足利義昭はこの大悪党の手の内にある。貴様が将軍候補に担いでいるお方だ。助けに来んとまずいんじゃないのか。開門。その挑発、乗ろう。よし、釣れた。信長釣れた。行け。今こそ奴を討ち取る好機なり。大意。信長様もお人が悪いわ。我が輩の運命もこれまでだ。煮るなり焼くなり好きにするがいい。もう天を手中に収めたつもりか。信長、我が輩をさっさと殺せ。お主にも、お主が作る未来にも興味はない。我が輩の描く未来、何人たりとも触れさせん。許す。ウヌの未来は信長の手中にある。後悔することになるぞ。我が輩の運命は我が輩だけのものだ。なら楽しみだ。わしはどうしても皆が笑って暮らせるよう気づきたい。天下統一のためにはお前みたいな切れ者が必要じゃ。頼む、織田家にその頭脳を預けてくれんか。信長様の天下布武、その際で成し遂げさせてくれ。やだ。
だけど秀吉様になら使えてもいいかなってさ。ただし条件が3つあるけど。あ、聞く聞く、何でも聞く、何でも聞くで、どうか何とぞ。じゃあ1つ目、昼寝の自由。2つ目、黒田官兵衛を軍師として召し抱えること。私ならすでに秀吉様の軍師となっている。あと1つ目の条件はどうかと思う。構わん構わん、武士に二言はねえ、何でも聞くっちゅうたんじゃ。で3つ目は。天下を太平に導くため必要とあらば信長を廃し、秀吉様が天下を統一すること。な、何言うとるんさ信長様以外の誰に天下を太平に導けるって。信長じゃ太平は導けない。あ、ごめんね、右遷でも仰ぎながら天文で解説すれば飲み込みやすいかもだけど、ほら俺って厳しいから。乱世を打ち破れる人、天下を統一できる人、太平の世を治められる人、それが一人だなんて幻想だよ。全ての素養を持ち合わせる人間なんてまずいない。でも一つを持つくらいの傑物ならいる。信長には乱世を打ち破る才はある。でも天下を統一し太平を導く才はない。秀吉様には俺の見るところその才がある。だから必要な時には覚悟を決めてほしいんだ。皆が笑って、利家も孫一も信長様も笑って暮らせる、そんな世を作りたいんじゃ。わしは武士に二言はないって言ったよね。やめよ半兵衛、甘やかすんだな。天下を太平に導きたい人間なら何万の墓、何百万の恨みを引き受けないといけないのに。わかったよ、その優しさに惹かれたんだもの。でもいつか覚悟を決めてね、秀吉様。